一泊して集める駒決めれば、そうなんだよ。多分5コスで、それ以外の5コスは買わないっていう風にしたら、一人一つね。多分作れると思うんだよね。だってどんどん圧縮されていくわけじゃん。絶対作れるでしょ。一番うざいのはさ、ノーマルでカットされるっていう動きが一番うざいから。アイテム給付金か。またワンチャンあるな、これ。4コス構成。弓。あれ？なんか弓のやつなんかやりたいっつったよね、俺。さっき。なんだっけ？ねえねえ、何やりたいっつったか、これ。あ、カッシーだ、カッシー。そうだ、カッシーだ。シェイプカッシーやるか。エルドセブンカシオペア、めっちゃ弱そう。まずそもそも7になんないでしょ。これとこれか。あ、地域か、ありだな。歩く火事場ね、ありっちゃあり、ありっちゃありか。歩く火事場ちょっとやってみようかな。チャレンジ、歩く火事場チャレンジ。模倣いける？ゴー。あー、なるほどね。はい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 。そしたら、マナザネシンドラ作っちゃおっか。ねえねえ、お散歩行こう。特別性って、例えばゼロス入れたらゼロスだけ特別性の恩恵を受けない感じですか？そうそうそう、そういうこと、そういうこと。ギャンケン欲しかったんだけどね。ギャンケンがあればさ、1個浮くから、アイテムが。ギャンケンとかとラピファとかさ、あの辺欲しかったんだけど、捨てなかったな。全然あり、全然あり。チャーム目当てで入れるのありよ。なんならアルカナだけ出しちゃうとかも全然ありだからね。あ、来た。いいや、いらん。お前だけいるか。まあ、いや、とりあえずロッドとりあえず取って、グインソー作らないと終わるから。俺の人生が何が何でも作ろう。別になんか全部発動させてる必要ないからね。要は強いボードは作ればいいだけの話だから、手段は問わず何でもいいのよ。いいね、偉い。一体持てた。特別性のアルカナ沿いめっちゃ強そう。いや、全然いけるよ。マジで。タムケンチとゼラスだけ入れるみたいなことさ。マジで強いよ。タムケンチのヴァンガード出ないから、いつもでちょっと弱いけど、弱いってか脆いけど。熱いな、これ。めちゃくちゃ来てる。
で、このタイミング絶対に負けたいんですよ。絶対にね。あ、負けられますね。 OK です。特別性のキャリーは、特別性って攻撃速度が上がるオーグメントなのね。だから攻撃速度が上がって嬉しいカリスタとか、あとまあライズとか、まあ、この辺だね。そう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 。でパイロが発動できないからバルサマジで弱くて、その代わりにやっぱナサスっていうねコマがめっちゃ強いから、まあ、そこがねちょうどいいよねって感じ。よし、グリーン層は作れるねこれで。ロッド、ロッド見ろ、ロッドあるぞ。向こう行ってる、だるい、やめて、やめてよ。よし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 。うー、怖っ。ライズがまだそうだけどミリオ入らなくなる。そうなんだよね、そうなんだよ。だからね、まあ基本的にはカリスタでも、カリスタも結局ミリオが入んなくなるんだけど、でも最終的にあれ抜きゃいいんだよ、ぶっちゃけ。ライズも抜きゃいい。だからスモルダーがめっちゃ強いんだよ、スモルダーが。スモルダーバカ強いから、スモルダー入れるのがいいね。1,2,3,4,5。 あれ、ちょっと待って、あ、まずい。今の操作ミス見ました？今の操作ミス見た？ポッピー掴めなくて売れなかった。終わってる。まあこれでいいか。いや、待って待って待って、弱くしたいんだよ。ちょっと5連敗取りたい。勝ちたくないんだよね、ここ。なんか勝っちゃいそうだな。ここはまあなんとかなりそうだけど、ちょっと弱くするかわざと。そう、3ステ勝ちたい。でここで負けることによって5連敗のこの2円ボーナスあるじゃん、2円ボーナスをあっちにもここでも取れるから、金が2円多くなるんだよ、ここで負けると。できるだけこう5連敗取りたいんだよね。で2連あって2円多くなるってことは1リロできるじゃん。でその1リロでさ変わるんだよ、ボートの完成度が。その2円が大事なんだよね。っていうことで変えたわけなんですけども、まあ、多分大丈夫だろう。まあ一応こっちにしとくか。これなら絶対いける。ウィンソー来ねえかな。来ねえか。もう頑張り作っちまうか、そしたら。でこいつ入ってきて、でシェイプだね。 OK。
ガンブレシブだって、そうだね、ガンブレシブだっていい。グニソー1本、なんならこのこれでもう1個出てくるかもしれない。なんかエース上がるやつが、例えばさ、なんだっけあれ、前回バードが持ってたやつ、なんだっけあれ、あのやつだっけあれ、エースが上がって魔法ダメージが入るやつ、ウィッツエンドだ、ウィッツエンド、ウィッツエンド出るかもしれないし、ウィッツ、ウィッツ、そうウィッツとかでもいい。はい、行くよ。レベル上げ、レベル上げってか移動するよ。フェザー級確定。大丈夫、任せとけ。インドラ、インドラ、いや、こうだ。よし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 。でマナザね、もうちょい行った方がいいな、これ。 OK OK OK。いいね。さあ、本当はここがね、重なった芝花とかの方がいいんだけど、こことかこの辺が重なった芝花の方がいいんだけど、ちょっと無理かな。敵強いな。うわ、敵強え。マジか、ここ勝ちたかったな。めっちゃ強かったな、敵。やっぱもうちょい勝たなきゃダメだったな。この、ここがね、ペラいのは。最終的に、ボードどうなんだっけ？ああ、いらねえのか。じゃあ、売っちゃってもいいな。なんかの間違いで、ブライヤー。7レベルリロールだったらね、それが一応なんか視野に入るんだけど。8000M だな。やっぱそうじゃん。あれだ、シンドラいるから渋いらねえわ、よく考えたら。どうだ、あー、これどうしようかな。ウェインタンクにしちゃうのもありっちゃありだけど、取れた、マジか。ガゴストか。あ、間違えた。わあ、うわ、操作ミスったー。だるー、これやばいわ、この間違い方アホすぎる。知見確定か、そうなると。いやー、最悪。うんちプリプリすぎだろ今の。ほい、あ、3つ目の来たぞ。知見行くしかないか、もうこれ。知見だったら芝花かな。いや、知見行くしかねえよな、これ。OK、重なった。いや、知見か。いや、今回、アイテムが多いだから剣も多分使える。ちょっと待つわ。火力すげえんだけど、これウィッツエンドの火力めちゃんこ強いんだけど、これ。いや、ジェイスに持たせてブライアミールはさすがにやりすぎだね。さっさと防具が欲しい。6レベルで停滞するから、ブライアンなんて期待できないからね。
ちなみにこれあれだよ、ジグスを最後まで使うから持ってるだけでカットしたわけじゃないからね。あ、ここ重ねて連勝で入りたいな。ステージ4もうちょい行くか。あっちあっち、いいね。ああいいねいいね、これでいいんじゃない、とりあえずこれでよくない。一旦シバーナ来なさすぎるな、これ。これあれか、こっちかもな。タンクよし、いいよ。ここ勝ってんの偉い、マジで偉い。そしてカシオペアの寄りがめちゃくちゃいい、マジでめっちゃいい。シバナ来た。こっからね、多分シバナの寄りが良くなったりとかすることがあるんじゃないですか。でもシバナなんかめっちゃ使われてんな、シバナ使われてんな、人気してんね。ここなんかここも使ってるもんね。アドベンチャー2ついるんだけど、よく見たらやば。はい、これ取って取って、熱い、マジで熱い、これめっちゃ来る。で、ああ知見確定か、もうこれはしょうがないね。しかもこれあれじゃない、ニーコじゃない、これニーコ行こうか。ニーコに知見乗っけて、でガゴかな、さすがに知見ガゴストで、でこの辺はちょっとし、なんかシンドラのアイテムかな、もしくはこれがゆるがの心になるかかな。惜しい、マジ惜しい、めちゃくちゃ惜しかったな今の。相手あんだけアイテム残ってるから勝てるかなと思ったんだけど勝てなかったな。アイテムコレクターすごいんじゃない、これ。え、これアイテムコレクターすごくない、今回。移動儀式、こっち、ここ違うんだよ。おお、ハルマとジュースです。うん。アーティファクトあるから、結構良さそうではある。ハッシー、もうあと2枚か。早いな。いいね、勝てる勝てるいいね、さすがにこういう感じには勝てるね。そうだね、カッシーは使ってる人少ないからね。いいよ、ハルマも来た、あっち。マジで早く上げて入れちゃいたいな。いつスキル使ってなくてもダメージショット出るのいいよね。
そうね、これ失速しづらいね、これがあると。まあ、本当多分グインソーイビッツグインソーとかなんだよ本当はね。危ね、よく持ってった。偉すぎる、今の一発偉すぎるわマジよく持ってった今の偉すぎる MR はね関係ないね、あいつエディだからゴリッゴリの物理だからあんま関係ない。シンドラのね、この、これが効いてた、シンドラの罠ザネが。これで持ってった感じある。あ、精進作っちゃってもいいな。剣作、そうだね、剣使い切っちゃうか。グローブはなんか銃眼でもいいし。明かりだった、明かりだった。明かりが飛び込んできてて、やばかった。処刑されそうになったんだけど、ギリギリ間に合った。竜の息吹を感じよ。あちいいね。いや、これもう行っちゃおっか。オッケー、いた。できた。まず第一段階。いましたね。とか、なんで俺、毎回ここにいんの？なんもしないよね、俺。なんでここにいんだろう、俺。決めんだけど。よーし、すぐ。えらいえらいえらい。合ってんのえらいよ。あとは、ニーコの星さんが作れたらマジで神なんだけど、無理っすかね。で、ここが来ると、もう一個アイテム来るから、ああ、いいねいいねいいね。これもう一回回すか、じゃあ。レンチ。いいよ。イコス。いいね、オッケー、来てるね、素晴らしいね、これマジで素晴らしい、いいよ、いい引きしてます。しかしナサス来ないね、ここはマジで全然来ねえ。 5% だから引いてもおかしくないんだけどな。今さ、グレインスキル使う前に解けなかった。だる。こいつ、こいつトレジャーチェストじゃなくてなんかマント持ってたせいでさ、スキル使う前に分裂したんだけど、こいつ。だるすぎ。一時期カシオペアそういうものだから、やっと本当の、そうだね、本当のダブルキャリーになったかも、これで。とりあえず7レベル上げて、カルマ入れるか。熱すぎる、それは。バカ運に。熱っ。マジ？ゆうがんでいいよね。3円で、ワンチャン、カルマも来て、ってこと考えると、割とあり、この回しは。ナサス来た、オッケーオッケーオッケー。ありだったわ。
さてどうすっかな。ジュエガンでもいいけど、こっちへ行くか。涙入れて、イバナにスキルさっさと使ってもらおう。よし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 、いいよ、だいぶいいよ、いいよいいよ、合ってるよ。来た。でこれでシンドラにでも来い。え、いや微妙だよな、さすがに。いやアニマビサージュだろこれ。知見を乗せ替えよう。これアニマビサージュだ。これで剣はお前にいっか。でもう次のラウンドでレベル上がるね。いや勝てる勝てる勝てる、絶対勝てる。いいよ、いいっすね、いいっすね。2個硬いよこれで、レベルが上がります。 OK、 来た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 よ。来たよ、いいよ俺。バルスがね重なってなかったんだよね今の。だからギリギリなんとかなった。どうだっけ、あれどっか行っちゃった、見失ったわ。あれ俺は、あれ俺どこ行った、おい、あれ俺どこ行った、あ、いたいたいた。よしよしよし、ナイス、いいっすね、いいね、当てるね、いいよ。アイテムはシンドラのアイテム、ガードブレイカーいいね。ガードブレイカーか、これ今阻害なくね、俺よく考えたら。モレロでいいな。あ、取られたか、ガードブレでいいや。よく見たら阻害ないね。よく見たら阻害がない、だからちょっとしんどいんだわ。ねえエリスバカ硬かったね、ちょっと阻害がなさすぎてしんどかったな。オッケーオッケーオッケー、これ避けたね、こっちに殴れるから。ここ勝てるかな、ちょっとフロスト多すぎない、ないんでしょこれ、フロストない。あ、なんかいけそうじゃね、なんかいけそうじゃねこれ、いったわ、ラッキー、バルスが重なってなくてよかった。バルスカットしとこうぜ、今バルスがみんな欲しがってるから。
あ、ここでも重なったのか。なんかアイテムしょぼくね。2個硬いね。どうしよっか、配置。配置こうするか。なななっしゃ。なな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 なっしゃ。なっしゃだったね、なんか知んないけど。勝ったね、これ。勝ったぞ。あちぃ。俺勝ったの熱すぎるな。しかもチャームなしで勝ったぞ。多分。え、か、いや、勝ってないよね、多分。あ、勝ったっけチャーム。え、でもなんか勝った覚えねえな。チャーム、なんか勝ったっけ俺、チャーム。勝ってないよね。2個スキル受けてた。才能あるよ、君。勝ってないよね、そうだよ。でもここ重なってないじゃんね、俺。ここ重なってないから、重なったらもっと強いわ。あ、とか上位入ったわ。あちぃ。上位入ったら熱すぎる、これ。いらない。はい、どうですか。っすね。これモルガナじゃないですか、なんかこれ。オッケー。こうっすね。あー、なんか来た。ありっちゃあり。ありっちゃありだけど、その前にすべきことがリロール。え？私の獲物に触るな。あ、来た来た来た。もう使い切っちゃっていいな。ラサス重ならないか。ワンチャンもしかしたらナサスより先にこっちが重なる可能性もあるから、一応取っとくわ。アーティファクト、まあ、アーティファクトは強いのもあると思うよ。でも向こうもさ、プリズムティアの攻撃取ってるから。しっかりと、なんだろう、火力が出せるようなボードが作れてるってのがでかいかなって思う。どっちかっていうと。よし、潰したぞ。いいんじゃないですか、まあ、アイテムが多いことが不利になる感じじゃない構成だってのがでかいね。シンドロン出してる。そうだね。こういうなんか短期的な勝負になるとシンドロン出すね。もうちょっとなんか時間がかかる戦いになると多分カルマの、カルマじゃねえや。こいつも出すと思う。あ、重なったね、とうとう。あ、来たわ。なるほどね。これどう？どうすかこれ。いや強い。いや、つえー、バカつえー。さすがにフロストナインきつい。フロストナインさすがにきつい。ちょっときついか。いや、これスクラッピー、これだと微妙だな。だ、こいつらは持ってもしょうがないもんな。あ、でも、2位争いか。あ、リーダーシップ。いいね。あ、こいつか。逆にさ、あえてのこっちぶち当てどう？ナサスにぶち当てたらどうなる？ああああ、なんか終わったわ。あ、シバネルブライヤー、確かにシバネルブライヤーだな。これはそうだわ。とりあえず俺でもサンファイアめっちゃ欲しかったけどね。ドラクロでごまかしますか。盗み癖、
ワンチャンスある？いや、ないか。リアンクラットか、いらねえ。いや、まあ、あってもいいか。どうしようかな。こうして、こうしてみる。いや、これだ、あれだな、後ろちょっと、やっぱ、離した方がいいな、多分これ。多分、あの、フェイのスキルがぶちゃだった気がする。あ、でもなんかちょっと配置が若干さっきと変わったおかげで、いけるか？いや、無理だ。全然無理だわ。あ、無理だ。死ぬ？死にはしない。でも、アイアンクラットだったからっていう説もある。魔法防御がマジで欲しい。ボイドストーンか。あ、ありじゃないか。あ、なんか1個増えた。でかい、これは。誰に何を乗っけるんだよ、これ。シルバミアぐらいか。シルバミア。ボイドストーン。これどうだろうね、これ。いけるかな、うん、いや、なんか惜しい感じすんだけどな。いったか、あ、行ったか、あ、行ったわ。おほほほほ、配置で勝てるんだ、これ。いや、違うか、ボイドスポーンの影か。全員結構多かったかな、今回。いやー、チャーム次第で勝てるか。なるほどね。あと、これか、これもあるもんね。この分も硬くなってよかったか。チャーム次第ね。あと、阻害だな。阻害があればマジで全然変わる。ここでサンファイアもしくはモレノミコンを引けば俺の勝ち。あとレッドバフ。確かにフロストナインに勝てるのやばいね。よく考えたら。俺言われてみたらそうだな。フロストナインに勝てるってやばいな。これじゃパーティーいいんじゃない？やばくない？これ。めっちゃよくない？したら、これでいいんじゃない？最強になんないか？うわ、ない。ないか。ないか。リブ一を持っとく？いや、こっちか。行ったぞ。あ、行ったわ。勝った。よっしゃ。勝ったわ。ジジ。すげえ。勝てんだ、これ、フロスナインに。マジかよ。やばすぎだろ。つえな、これ。